見たことある5秒かかんない、サイコロ、サイコロ振って奇数だと、いやサイコロはなかったけど、はいはい、なかったけど串カツ丼があったり、微妙なやつでしょ、そうそうそう、チンチロリン、はい、チンチロでハイボール、ハイボール、ハイボール、偶数だと半額、うん、奇数だと倍飲める、あれ違法なんだよ、そう本当は、あれみ、そういうのがいっぱいお店がなんか辻田とかつけ麺の、へー、入ってる店があの商店街みたいなのがあって、そこのバーで一人で飲んで、うん、なんか素敵なほらスケが来るんじゃないか。そういうのもちょっとはあるの、やっぱ頭の中に、頭の中常にそれですよ。でもハワイに一人で飲みに来る女性ってもいないよね。いないね。だたまにいるのはやっぱり CA、 CA が女の子同士でこう動いてるから、はいはいはい、女の子3人でも、ね、CA はもう見ればわかる、どういうモーパイでわかる、モーパイ触ってんですか、どうやって見ればわかる、触ってるじゃないですか、もうこれだけだから、しかも結構触っちゃいけないところ触ってますよ、こうやった瞬間にわかる、ね、モーパイだから、ウーアンとローアンぐらい、ウーアンローアンぐらい、ビサ、いやビサビサビサで分かる、分かる分かる、え具体的にどうやって分かるの、手で分かるの、背が高い、さあ背が高い、スタイル的なことですか、えスタイル的なことで分かる、なんとなく、そうそう背が高くてやっぱりちょっと控えめな、あ時計は高いのはしないのよ、あそっか、お客さん、お客さんのがあるから、へでやっぱりあの品があるよね、品がある、やっぱりパチンコ秘書ガイドの女どもとは違う、ね、ちょっとやっぱあの品のね女、あの辺とは違う、あの辺とはちょっと違う、パチンコ界の品がありますよ、そうそうそう、あいつらとは違う、はいはいはい、品があるよね、じゃあ真紀子さんみたいな感じですね、品がある、そう品ねえだろ、この間ここ来て何言ったか知ってますか、知らないですよ、この間ここ来てね、来たくもないですよあなたが店舗やってる間本当ひどかったんですから、ね、楽しかったんですか、いやそうでもねえですね、最初の 2,3 日は楽しいですけど残りのやっぱり4日ぐらいはだんだんつまんなくなって、そうっすよね、ずっとつむつむやってましたね、めちゃめちゃなんかあの上がってる、あの1週間ごとにランキングのスコアが更新されるんですよ、要は月曜の日曜と月曜の間にみんな0点になるんですよ、うん、で要は0時1分とかにやったら一瞬でも1位になるんですけど、0時10分ぐらいにつけたらもう結構スコアハワイだよな、本当にすることないから一人だと、だからテレビが救いでした、あのテレビって日本のテレビ、仮面ライダーウィザードとか、うん、あと何だっけ、カホコのカホコさんとか今やってるドラマ、ごめん愛してるとか、あの辺も全部やってるから、日本の番組やってる、やってるやってるやってる、それない時は MTV ほら見てるか、はいはい、ディズニーチャンネル見てるか、ディズニー大好きだから嘘でしょ年パス持ってたんだって、年パス持ってた、大好きで大好きで、なるほどね、3回しか行かなかったんですけど楽しそうっすね、す全然楽しくないですよ、よくでも1週間休めますね、なんかいや全然、僕でも昔からですよ、毎年夏は毎年そんな感じ、去年もねハワイで1週間休んで、バリで10日ぐらい休んで、はいはい、沖縄行って休んで、そうだ、毎月なんか行ってましたよね、去年は3ヶ月連続で6、7、8みたいな、そうそう、僕毎年そこはあのオンとオフじゃないですけど、仕事は控えめ、今年は今年もそうですよ、第2弾がありますから、いつ行く、8月、あそれが徳さんと一緒に行くやつ、そう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 、ほーすごいっすね、それはどこに行くんですか、それもハワイすげーね、楽しいよそんな毎回行って、めちゃくちゃ楽しいですね、俺だからもう夢はもう将来的にはね、うん、ハワイに住むかデススターに住むかどっちかですよ、どっちかすごいですね、本当にハワイか宇宙かっていう、どっちかですよ、もう住めるでしょ、え住めるでしょ、いずれ、うーんちょっと足んないかな、ちょっと足んないかな、あおぜぜそんなかかるの、あのいいとこに住もうと思うとやっぱ物件1億8000万ぐらい貸しますから、それで生活費でしょ、考えてみてくださいよ、それだって花田さんこましちゃえばいいじゃん、あ一発ね、あのババアあのババア花田さんこましちゃえばいいじゃん、花田っていうのか知らないけど今ね、それでいいじゃないですか、ね、いや言っときますけど、一つ大事なこと皆さん忘れてる、僕既婚者ですからね、あそうだ言っときますけど、なんかねさっきからチラ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 ね、協議離婚成立した、離婚もクソもねえだろ、結婚してるっつってんだよ、まだ俺ゴーヤマ既婚者だったんだ、あれなんか俺すっかり忘れてた独身ですよね、お僕は独身、僕は独身、独身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 、あ俺だけじゃ既婚者、片平渚は渚は独身、
独身、まあだろう、ね、全員独身じゃん。お、俺だけ5人中1人だ。既婚者。へえ、寂しいですね。寂しくないでしょ。寂しくない。元嫁じゃないからね。まあじゃあ塾長は楽しい1週間だったということで、どうだったんですか1週間。マリボ君どうですか。僕あのちょうどレディオからレディオの間の時に、相変わらずお忙しそうで、いやいや、宮古島に行ってきまして、あ、はい、はいはいはい、木村藩、はい、木村藩、池田と、はい、ドンファン池田君と、あと誰、あと安倍さん、あ、そうです、え、安倍さんと、キムさんの嫁、はい、あ、嫁さんとキムさんと、はい、4人で、仲いいよな、4人で行った、4人で行きました、マージャンやったの、マージャンはやってないですね、あれ、キムさんの奥さんマージャン。キムさんの奥さんはやらない、はい、安倍氏はやらない、仲いいよね、あそこね、そうですね、船釣りとか行って、釣りして、トローリング的な、なんていうんですか、船釣り、船釣りなんか奥まで出て、うん、みんなでこうバーってやって、うん、でなんか釣れたお魚の数で、うん、なんか船釣り代を誰が払うかとぐらいはやってたんですよ。あ、へえ、はい、それ勝負をやって、勝負、はい、勝負好きだね、はい、だってあれでしょ、なんかプライベートプールがあるとこ で、はい、うん、安倍氏奥さんがいるのに、マリボ泳いでこいとか言って、うん、キムさんが酔っ払って言ったら、うん、裸になって、その部屋から飛び込めるんですよ。部屋から飛び込めるから、わーとかやったんでしょ。バカじゃねえの。部屋付きのプールでしょ、だから。そうそう。そこ多分相当高いでしょ。相当高そうです、ね。なんだっけ、10人ぐらいで泊まれる、ね。そうですね、最大10人ぐらいで泊まれる。ところを何人で泊まる？ 4 人で泊まって。同じところに、じゃあベッドルームがいくつかあるんだ。ベッドルームが3つぐらいあって、あ、3ベッド、あの僕と池田さんも別々で泊まれるみたいな感じで。これにしますよ、多分一泊。そうですね。多分そんぐらいだと思います。あ、そうそうそう、いや、もうちょいします。そうです、もうちょいする、もうちょいします。あそこ行ったことあるんですか。いや、聞きました、聞きました。 あそこいいよ、俺なんて可愛いもんじゃないですか。そうです、そうです、そうです、ねえ、ね、今あのね、ライバル心、沖縄高えと思って。あ、沖縄高いっすよ。俺もだからほら去年行った時一泊十何万とかしてさ、うん、何これって。そうですよ、もう二度と行かねえって決めた。暑いし汗かくし、飯なんかうまいとこ一つもねえし。沖縄美味しいとこあるよね。そうですね、あのシェフの方が来てくれて、あの貸別荘に、はいはいはい、キューベ来た。キューベではないですけど、なんかすごい 3,4 人で来てくれて、なんか4人しかいないのにレストランみたいな、シェフも4人来て、出張みたいなの来て、4-4じゃん、もうやべえじゃん、乱行みたいな。キムさんの嫁一人しかいない。一人しかいないのに。男何？アベジよ、そういうこと言うなよ。言ってないっすよ。何も言ってない。何も言ってない。で、来てくれて、なんか沖縄料理と和食のコラボみたいな、なんかそういうの作ってもらって、すごい美味しかった。人によるんだね。俺行ったとこ大したことなかったんだよね、飯が。で、まずいなと思って。で、すっげえ並ぶし、うんうん、なんかその予約が取れない、うん、予約が取れないで、来た順に並んだ順に入るって言われた時、アグー豚だかなんか。そうですか、ね、並ばなきゃいいじゃん。いや、だって並ばないと女さんないんですもん、ろくなとこ。あ、はい、でも、もういいやと思って去年卒業して。いいとこありますよ。サブライが出しゃいいんですよね。ココ、ココ、ココス、コンビニ。あの、いい、沖縄にの系列でココっていう、それでいいんですもんね。もう食い物そこでポテトチップとか。僕らの近くにマッチャーズっていう購買部があって。マッチャーズ、マッチャーズ購買部、はい、なんかおばあちゃんが作った飲み物とかを置いてあって、その何々咲くって書いてあるんですよ。手作りのなんか、うわー気持ち悪い、無理手作りは無理よ。何手作りの、手作りのなんかちょっとドロッとしたジュースみたいな、なんかを溶かしてある沖縄独特のなんかがあって、サンポールかなんか入ってんじゃないそれ。トイレのサンポールで、なんかおばあちゃんっぽい名前が書いてあるんですよ、それぞれの作品。飲め、はい、そうです。うわー手作り苦手で、それ池田さん飲めって言って買ってて、あ、そう、楽しかったですよね。楽しかったです。いっぱいいるとやっぱ楽しいんですよ。誰が旅行は。パツロヤにも行ってきましたよ。え？パツロヤに。どこ行ったの？ビータイム。ビータイム。2？ 1かな。あれヤングさんがガセつかまされるから注意してね。ビータイム2がいいよとか言って。逆だから。逆ですね。ヤングさんが言うとこの逆だから。僕が行った方はすごい良かったです。どこ？有料店。ビータイム1だと思います。嘘。じゃあ行く？
来月、来月、8月にね。